皆さんこんこにちは大事です、えー、うちのスクールにはねいろんな人がコーチング学びに来てくれてもちろん、まあ、のプロのコーチになりたいですとかねもうすでにプロのコーチとしてやっててで技術あげたいっていう人も来るけどね、まあ、いろんな職業ね、えー、いろんな人生生きてる人が来るでなんかねそうそうカフェの店長やってる人がいてねでその人から聞いた話なんだけど、あのー、その人はね、まあ、とにかくカフェの店長だけどコーチングやりたいのね。で 一つは一緒に働いてる人たちにですよ本当はねどうしたいでじゃあそこに向かって何ができるやってでももちろん仕事もそうだしそれを超えてね本当に幸せにね仲間に生きてもらいたいしお客さんもそうねなんかただコーヒー飲みに来るだけじゃなくてなんかちょっとでも幸せは楽しいあこんなことやってみたい何かに触れられる、ね、空間時間であったらいいなだし。 周りでお店他のお店やってる人近所に住んでる人たちそういう人たちにも何かいい、ね、だってせっかくその町でやってるわけだからねでいろんな人が来てくれるわけだからなんかやっぱりもっともっとやりたいんだとまあそういう気持ちでね、あのー、学んでくれててでその人がね聞かせてくれた話があるんだよねこの間面白いお客さんが来たとでまあいらっしゃいませ何にしましょうなんでね別に来てね、あのー、注文取るときにそしたら。 申し訳ないって変なこと言うけどって何がって言われても困るんだって言われたんだってそんなことあるカフェに来てでえって言ったらいやちょっと変な話だけど元気が欲しいって言われたんだってでなんかさミステリーショッパーかなとまああるじゃないほらなんか調査員みたいなさでなんかお客さん装ってきてさでいろいろテストする人みたいなって思うぐらい普通じゃない感じでなんかでも言われたんだって。 でもさ、いやでも本当にこれだよなと思って別にコーヒーが売りたいわけじゃないと思って一生懸命関わったんだってで、そしたらさ自分だけじゃなくてさでお店の子もさなんかその子に対してその人に対してねお客さんに対してなんか一生懸命なんか自分の思い伝えたりとかいろんな話聞いたりとかさ、まあ、短い時間なんだけどでいろいろ話してで、なんかその人がすごい元気になってくれてあなんか まあ、もちろんコーヒーも飲んでたらしいんだけどで元気になってくれてでなんかこうホッとしたとか安心したとか何かちょっとやってみたいと思ったって言って帰ってくれたで自分がさなんかカフェでどんな風にコーチングできるんだろうと思ったらさなんか本当にコーチングが必要な人がなぜかカフェに紛れ込んできてで、しかもまあ自分も頑張れて関われてよかったもあるけど何よりも一緒に働いてるスタッフが自分なりに一生懸命そのお客さんに関わりながらで本当に。 お客さんが帰っっっってててくくに嬉しかったって言ってくれてで何か自分が伝えようとか伝えたい一緒にやりたいと思ってたことを理解してもらえたんだと思ってすごく嬉しかったっていう話を聞いててさで私は昔あのー、ある先輩から聞いたね「人を見たら神様と思え」っていう話を思い出したんだよねでビデオでも言ったことあるかもしれないけど「人を見たら神様と思え」でまあ別に私は何かの神様信じてるわけじゃないけどなんかさ えー、逆に今回のはね何か面白いねやりたいこと思ってたことをやらせてくれた人だったんだけどなんかすごい嫌なとかさ面倒くさいとかさでそういう人でもさ何か自分に経験をさせてくれて自分がどうありたいのかとかさ何を求めてるのか何が嫌なのか何かを教えてくれてさで自分に学ばせてくれる存在なのかもしれない。 何か,らなんかの,このチャンスだと思って何か普段と異なる刺激があったらどうしたいんだろうと思ってさこう関わってみるっていうことが自分に何か気が付かせてくれたりやっぱりこれだなとかこれじゃなかったんだとかさ何か思わせてくれることになるんじゃないかなと思ってねだからたまにそういう極端な人も来るかもしれないでもその時に自分は何したいんだろうとかどうありたいんだろうと思ってもきっかけになるしでもそういうのがあるとさなんか別にそんなに特殊な人じゃなくても一人一人が本当になんか まあ神様がとか、まあ、別に神様じゃなくてもいいんだけど大きなる意志がでもいいし、まあ、別にそんなのですらなくてさ何か自分はどうしたいんだろうっていうことを何か考えさせてくれる存在だと思って関わった時にでいろんな物事を、ね、いろんな人と関わる中から自分の本心に気がついたりとか自分がやりたいことに気が付けるんじゃないかななんていうところにまでね話がこう発展していってでなんかすごく楽しい、ね、時間でしたとそうなんです。 ちょっと飲んだで今日は久しぶりに、えー、飲んだ上でビデオを撮ってみてますということですまあ、よかったら参考に何かなればしてみてくださいそれではまた